能力マイナス -1 の ECM 用アンテナ能力マイナス -1 は海上自衛隊の電波探知妨害装置。ミサイル護衛艦やヘリコプター護衛艦向けの電子戦装置として電子戦支援と電子攻撃の機能を兼ね備える大型機であった。メーカーは三菱電機。海上自衛隊では第一次防衛力整備計画の2年目にあたる昭和34年度でアメリカ海軍から案。 BLR-1 電波探知装置を入手した後、これに相当する国産機としてノールル -1 を開発、イスズ型より装備化した。その後、昭和39年度からは改良型のノールル -1B が装備化された後、昭和45年度間からは新規設計のノールル -5 及び発展型のノールル -6 が搭載されるようになった。 これらの製作者はいずれも日本電機であった。一方、潜水艦向けの電波探知装置については三菱電機によって製作されてきた。そして1973年頃からは、同社によって護衛艦用の電波探知妨害装置の開発が着手された。これによって開発されたのが本機である。本機の特徴は、電波探知装置と電波妨害疑惑装置を統合化し、 電子戦支援と電子攻撃の機能を兼ね備えることにある。これは増大する対艦ミサイルの脅威への対抗を意識して電子戦統制艦として瞬間能力、妨害能力及び情報処理能力を強化したものであった。受信機1.2、送信機部1.2、信号処理機、指示制御部、監視アンテナ、方位アンテナから構成されている。探知した信号の分析。 評価、記録などを行い、必要に応じて、妨害電波を発射する。到来電波の情報処理は、電子計算機によって行われるが、メモリーされた識別テーブルに合致した場合は、自動的に妨害電波を発射できる。なお、この電子計算機は標準化が図られて、イナス2 0が採用された。本機の開発時期には、オイルショックの影響で、 鑑定建造費の高騰が予期されたため、予定コストを調整するために、仕様が2点3点し、低周波部の削除や妨害モードの削減など、スペックダウンを図った能力マイナス1から1とマイナス1から2が設計されて、使用書として策定されるに至った。しかし鑑定建造費が予期されたほどには、高騰しなかったため、結局は当初使用通りの能力マイナス1で、 装備化されたという経緯があり、会社としての初号機の完成は1979年1月であった。収益当初は不具合が多発したが、舞台側の評価は概ね良好であった。本機は昭和48年度計画間より装備化された。その後、4号機からは、戦術情報処理装置との連接や妨害モードの追加などの改良が図られた。上記のように、 使用書としては、能力マイナス1から1及び能力マイナス1から2が、すでに存在したことから、この改良型のシステム区分は、能力マイナス1から3となった。ありがとうございます。